皆さんごきげんよう、ラバルルでございます。いや本日もですね、ラバちゃんユーロトラックシミュレーター2のおすすめモトをご紹介していきたいと思います。はい、ということで本日ですね、ご紹介いたしますのはこちら、目の前に来ております、新型のですね、スカニアの T キャブでございます。こちらスタックスっていう、スタックスと書いてスタックスと読むらしいんですけども、こちらの方のモッドを私は発見しましたんで、今ちょっと入れてみました。ライトとかやっぱ形が違いますよね。まあ、昔のね T キャブ私結構好きなんですけども、 T キャブ好きとしてはちょっとね外せないモッドだと思いますので、こちらのね導入方法を早速ご紹介しまして、カスタムの方法もご紹介していきたいと思います。ではでは、早速、はい、ということで概要欄の方にリンク貼っておきますので、そちらの方踏んでいただければなと思います。でそうしますと、こちらですね、スカニアの、スタックス V2.32 ということで、こちらの方来ますので、下の方行っていただいてダウンロードをクリックします。そうしましたら、こちら MOD2 っていうちょっとたまに出るやつですね。で基本的にはシェアモッドと一緒なんで、フリーダウンロードをして何回か押して、クリエイトダウンロードリンクを押して、でそうしましたらこちらですね、クリックしますとダウンロード始まります。何回か押してみてください。でこの画面は消しちゃってくださいと。はい、それではこちらダウンロードの方ありましたら、こちらの方ドラッグ&ドロップでデスクトップに持ってきてくださいと。はい、でデスクトップに持ってきましたら、こちらの方を回答していきます。はい、では回答しましたら、中にですね SCS ファイルが2つございますので、こちらをいつものようにドキュメント開いて、ユートラ開いて、もっと開いて、この中に入れていくということになっております。はい、とそうしましたら、こちらモッドマネージャーの方にやってきました。こちらですね、スカニアのスタックスクリックして、じゃ矢印で入れて変更を確認します。はい、ではこちらメインメニューの方にやってまいりましたら、こちらトラックディーラーの方行きます。ではそうしましたら、スカニアなんでスカニアクリックしまして、ディーラーの方行きます。はい、そうしましたら一番上ですね、こちらの方にも出てきますので、クリックして構成カスタマイズですね。でカスタムがあんまりできないのがちょっとたまに傷なんですけども、まあエンジンは変えられる、シャーシはなしで、インテリアが左右と分かれておりまして、でカラーリングが一応専用のカラーリングが若干入ってる、こういう感じ。これは多分デフォですよね。これもデフォ、これもデフォ、これも確かね専用だったと思います。スタックスって書いてあるんで、これもですね、スタックスっていうのが多分専用でございます。まあ私はちょっとこれで黄色の部分をこんな感じで若干変えたカラーに先落としましたね。はい、で室外アクセサリー外側もなんですけども、まあ若干つけられます、このような感じで。でブルバーもつけられるんで、でブルバーにこちらですね、モッド の, あのライトもつけられるので、そちらの方もまあ好きな感じに、このような感じでしてってもらう感じですかね。まああんまりちょっとがっつりカスタムっていう感じではない、ここら辺も一応つけられるけどもみたいな感じ。ヘラも一応つけられるので、ヘラありましたね、エラーもつけられるし、このブルーライトとかも一応つけられる、ラリー熱なので、このようなカスタムでまあちょっとやっていただく感じですかね。はい、で室内もですね、もうほぼ置けない感じなんですよ。パッセンジャーも置けないし、後ろも置けないねという感じになっておりますので、ミラーがちょっと変えられるぐらいね、パッと見変わんないんですよねこれ、うん、でハンドルがまあちょっとあれですよね、あ、つけられるもんないんじゃないのつけられるものないらしいです。あ、つけられるか、そうですね、ハンドルノブつけられる感じで、カスタム終わりましたら確定をして、このままカスタムしたものを新規購入していただく感じになります。とそうしますと、このような感じでカスタムしたものが乗れるようになっているということになっております。若干ですね、モデリングがのっぺりした感じではございますね。
やっぱりこう最新のちゃんとしたあれですね、トラック見てるとこれも結構綺麗なんだけども、若干やっぱりモデリングがちょっと甘いような気がしますね。でやっぱ室内がインパネ周りはこれ多分デフォのものを使ってるんですよね、ハンドルとかね、で後ろとかこのシートとか天井とかですかね、若干甘いような感じがします。でスタックスのちょっといいところと言いますか、びっくりしたところがピラーがものすごい細い、ほぼないミラーがフロントウィンドウに直付けみたいな感じになっております。まあものすごく運転しやすいんじゃない、ね、そこまで気にしなければすごい綺麗な感じ、見やすいと思います。で若干なんですけど、フロントウィンドウがですね、これ時間帯かもしれませんけども、ちょっと曇ってる感じがしますね。一般車モッドによくある性質だと思います。はい、まあこれがちょっとリアルと感じるのか、まあ、ちょっと運転しづらいと感じるのかは人それぞれだと思いますけども、まあ一般車モッドではよくある光景でございますね。はい、まあこういう距離感で見る分にはだいぶ綺麗だと思います。はい、気分転換でね、ちょっと S キャブファンの方も結構多いので、こちらの方を参考にしていただければなと思いますのでね、タイヤとかもね、T ラックって書いてありますけども、スカニアのねデフォのスタックスのやつついてますんで、カスタムがねちょっとできないっていうのがたまに傷ですけども、気分転換に運転する分にはいいのではないでしょうか。ということで本日はですね、スカニアの新型の T キャブスタックスをご紹介いたしました。参考になった方はね、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。ということで皆さん、また次のねラバちゃんのユーロタクシミュレーターおすすめモッドでお会いいたしましょう。じゃあみんな愛してるぜ。